4月14日、南伊勢ブランド商品デコタン羊羹を発売している有限会社マサヤ代表の田岡さんが河村瑞賢生誕400周年応援商品瑞賢羊羹発売の報告を行いました。田岡さんは河村瑞賢をイメージした上島で役場南西庁舎に訪れ、矢野副町長、上村議長に商品発売の概要説明を行いました。河村瑞賢は南伊勢町東宮出身で、江戸に出た後に明暦の大火の際に基礎の木材を買い付け、土木建築で財を成したことを皮切りに、東回り西回りの航路を開拓したほか、大阪で治水事業などを手掛け、江戸時代に大きな活躍をし、豪商として名を馳せました。今回の商品発売は生誕400周年を迎える河村瑞賢を顕彰する南伊勢町の取り組みを応援するものとして企画されています。瑞賢羊羹はデコタン羊羹の特別パッケージの商品で、瑞賢の似顔絵が描かれたもの、歌川広重の浮世絵、東海道五十三次が描かれたもの、瑞賢の銅像を写したものなどがセットになっています。瑞賢の似顔絵は町外から桐原へ移住してきたデザイナーの方が手掛けたものです。海外で人気の高い浮世絵もパッケージに取り入れることで、外国人観光客などへ瑞賢を PR する狙いもあります。また4月21日より伊勢市にある三重県営サンアリーナで開催されるお伊勢サンカシャーク2017でも出展され、全国に向け広く PR されることも報告されました。続いて南伊勢町議会でも上村議長へ報告が行われ、民間ベースの取り組みに対する期待などが話されていました。なるほど、ありがたいことで、うちのまあ、あのヒット商品であるデコタン羊羹をベースにした瑞賢をイメージしたこう羊羹にしたんですよ。はい、我々できることは全然やらさせてもらいます。いや本当に南伊勢町出身で、その全国に誇れる人というのは、まあ、この人がトップやと思うんですよね。そうですね、うん、あれやっぱこういう機会